というわけで続きました。何がというわけなんだよ。まあまあ、続いたんだからいいじゃないですか。そういえば、前回おっさんに裏庭にキーアイテムがあると聞きましてね。今回はまずそれを回収しようかと。なんだよそれただのやらせじゃねえか。え、これやらせなんですか？あのおっさんって、好感度上げると攻略情報くれる NPC じゃないんですか？どこのアクション RPG だよ。初めて聞いたわ。ってあかん？捕まる。あ、おっさんやっほー。めっちゃ仲良くなってるし。今日はスターウォーズですか？いいですねー。こりゃ長くなりそうだ。いやー面白かった。それは良かったですね。ところでおっさんと掛け事してきまして、私が次捕まったら DVD のレンタル料金払うことになりました。それお前にメリットないじゃん。まあまあ最後まで聞いてくださいよ。捕まるごとに攻略情報を一つ教えてくれる約束になってるんですよ。まさか先ほど言っていたことが現実になるなんてな。というわけで続きをやっていきましょう。キーアイテムを手に入れたはいいんですけど、どこで使うかがいまいちわからないんですよね。磁石みたいな形してたけど、形状だけで使い方わからんしな。ところでさっきから気になってたんですけど、このケーブルは一体何なんですかね。裏庭の方に繋がってるみたいだが、まあ、積んだらよく調べてみましょうか。とりあえず今は、鉄格子の向こう側に行きたいので、あのゴリ押しクリアした鉄格子か。何言ってるんですか？あれが正規ルートなんですよ。なわけねえだろアンポンタン。私が通った道すべてが正規ルートなんですよ。またわけのわからんことを。さて、とりあえず到着しましたね。あ、そういえば、この鉄格子のところに来た時からずっと思ってたんですけど、これこっち側から開けられなくないですか？確かにそういえば、いや、どこかに開閉スイッチがあるのかもしれん。ってことは下の階にあるんですかね。まあいいや、それよか鉄格子さっさと越えちゃいましょ。てか今思ったんですけど、これ横のとこにライトがあるんですよ。これ乗れませんかね。いやさすがに滑り落ちるだろ。まあ落ちても下階段ですし、チャレンジです。ほわあああああ、なんだ壁にめり込んだだけか。なんだで済ませられるレベルじゃねえからな。まあとりあえず、これで簡単に行けそうなのでよかったです。さて、さっさと探索しちゃいましょ。でも確か、他の部屋のドアは鍵かかってただろ。ってことは前回落ちたここに行くしかないんですけども、案の定落ちたな。てか待ってください。こんなところに監視カメラなんかありましたか？なかったな。やりやがったなおっさん。レンタル料金払いたくないからってこんな姑息な手段を。っていうか、あの短時間で監視カメラ設置できるおっさんすげえ。とりあえず逃げなくちゃ。ほわあああ、遅かったようだな。いやだー、レンタル料金払いたくない。諦めるんだな。畜生、次こそは捕まらずにクリアしてやる。で、大事な攻略情報は何か教えてくれたのか？やはりどうやら先ほどから落ちまくってるあそこに何かあるらしいです。私の見立ては正解でしたね。さすが正規ルート。絶対正規ルートではないと思うんだけどな。で、なぜわざわざ大回りしてるんだ？なもんおっさんにバレないために決まってるでしょうが、こうやってルートを変えることで、居場所をバレにくくしてるんですよ。でも入るところはさっきのとこだろ。待ち伏せされてたら意味なくないか？まあ見てろって明治ブルガリアヨーグルト。おっさんの行動パターンは把握済みですからね。ほぼ間違いなく、いやあいるじゃねえか。今リアルに声にならない悲鳴が出ましたよ。っていうか行動パターン把握されてるのはこっちだったな。ちょっと一度仕切り直しましょう。ようやく心臓のドキドキも収まりましたわ。まあさすがにあれはビビるよな。とりあえずさっさと鉄格子のところまで行きましょう。話はそれからだ。で、今度はどうやって行くんだよ。正面突破します。ごめん、よく聞こえなかったわ。ですから、正面突破します。まっさかカーニバル。そのまさかでございますよ。やめとけよ。自殺行為だぞ。男にはな、死ぬと分かっていても行かなきゃいけない時があるんだよ。死んだな。っていうかそもそも男じゃねえし。と思うじゃろ？え、マジでバレてねえのかよ。やってやりましたわ。でも警告音が、消えましたわ。まさか成功するなんて。そこは素直に褒めてくださいよ。まあいいや、さっさと探索しましょう。というわけで行きますよ。あ、また落ちたか？やりました。ギリギリで端っこのところに乗れたみたいです。そしておっさんは下と。なら安心ですね。そしてこの怪しい家の裏にはやはり鍵が。ああ、そうかこの磁石みたいなやつで鍵をひっつけないと取れないのか。なんか頑張って手を伸ばしたら取れそうな感じですけどね。それはゲームじゃ言っちゃいけないお約束。さて、あと鍵がかかっているところといえば、この扉を出たすぐ右のところと、鉄格子のとこの階段の先だな。っていうかさっきから隣がバタバタうるさいですね。おい、まさかおっさんが。なわけないでしょ。そこの通路ずっと見てましたし、確かに誰も通らなかったけどさ、もしかしたら別のとこに階段が。マリさんは心配性ですねー。マリさんは心配性ですねー。いやあ、なんかこっち見てるー。そして鉄格子、なんで開いてる？おっさんが開けたと考えるのが妥当だろう。っていうかさっきの扉も閉まってましたよね。おっさんが開けたんだろ。おっさん万能かよ。だって家主だし、そもそも自分が設置したもの開けられないっておかしな話だろ。確かに一理ある。っていうかなんとかごまかせましたね。それではこのまま扉を開けに行きましょ。
ってまだいるやないかい。楽しそうだな。楽しくねえよ。こっちは金がかかってるんだぞ。いいじゃん、レンタル料金くらい安いし。いやあ、覗き込んでるー。私はタンス、私はタンス、私はタンス。おっさんここにいるぞ。バカ野郎、戻ってきちゃうだろ。だって戻ってこさせるのが狙いですよし。この鬼、悪魔、ヒロ、後で殴られてしまえ。まあよかったです。ひえ、今の見ましたか？こっち見ながら走っていきましたよ。こりゃ本格的にバレてんな。こんなところにいられるか。私は逃げさせてもらう、と意気込んだのは良かったのですが、体が脳の命令を拒否し続け、しばらく待機したためカットします。ビビっちゃったか。よし、おっさんは来てませんね。さっさと扉開けちゃえよ。いやー、若干暗くて見え、はーん。いや、おっさんそれはマジでずるいって。勝てば官軍だぞ。お前はどっちの味方なんだよ。じゃ、行ってらっしゃい。さすがにあれはずるいと思うんすよ。スターウォーズ再視聴できてよかったな。こんな形でなければもっと最高だったんですけどねー。てか監視カメラ増えてるー。おっさんも念には念を入れてきたな。備えあれば憂いなしってやつか。全く余計なことを。しかしその監視カメラを逆手に取る。バカめが、今頃確認しに行っても遅いわ。お前もおっさんのこと嫌いになってきてるだろ。何言ってるんですか？そんなわけないじゃないですか。よっしゃ、おっさん消えたな。さっさと探索だぜー。やってることがコソ泥なんだよな。なこと知ったこっちゃありませんよ。さっき言ってたじゃないですか。勝てば官軍なんですよ。さて、バレずに来れましたが、この部屋は何でしょ。なぜあんなところに扉が。ああ、はいはい、私わかっちゃいましたよ。まあこれは見ればわかるな。さて、しかしこの位置からだと私がリフトには乗れませんねー。近くにスイッチとかボタンらしきものもありませんし。こりゃおっさんに頼むしかねえな。おっさん手伝ってー。やめろー。あとは何か投げてぶつけるくらいしか思いつきませんが。っていうか、現状の持ち物だとそれしかできないよな。まあ物は試しですし、やってみましょうか。というわけで行きます。ボール、ボール、ボール、ストライク、ち。フォアボールにならなかったか。なってたまるか。っていうか濃厚すぎやしませんかね。いいんですよ当たれば。で、この扉も開きませんねー。カードで開いたり、するわけねえだろ。ってやばい、間違えて懐中電灯を投げてしまった。ざまあないな。っていうか、この部屋何の意味があったんですかね。確かに、よくわからんな。鍵かかってたこの部屋からおっさん出てきたのも謎だし。まあ、とりあえず懐中電灯を探さねば。ないと何も見えないしな。てかまってください。この照明懐中電灯よりいいかも。でも、見つけたし懐中電灯にしときますか。なくなってたら面白かったのに。さて、これからどうしましょうかねー。この部屋から行けそうなところはないのか。あるとしたらこの穴ですかねー。真っ暗だな。ここは懐中電灯で、よかった。とりあえず奈落ではないようで。ああ、この部屋ですか。どの部屋だよ。鍵手に入れた真横の部屋ですよ。いや、そこはまだ探索してないだろ。いや、探索しましたよ。録画がカクカクになってしまったのでカットしただけで。先にそれを言えよ。ちなみに先ほどのカードもここで手に入れました。そういや自然すぎてスルーしてたけどカード持ってたわ。さてねー、こことなるともう下に降りるしかないんですよねー。この部屋も見たことないな。次はどこに行けばいいのやら。これは積んだか？いやー、どうですかね。あ、ここに繋がってるんですね。ってやばい、バレた。逃げなくちゃ。残念でした。もうやだ。お家帰るの、諦めろ。次はエピソード4か。さすがに見るの疲れましたよ。お疲れ。でこれからどうするんだよ。どうするも何ももう行くところが。おっさんの攻略情報は？2回とだけ。意味わからんな。ってちょっと待ってください。まだ行ってないところがありましたよ。どこだよ。見えないんですか？ずっと見えてたんですよ。あるじゃないですか、2階のとこにはしごみたいなのが。いや、あれ登れるのか？もうあそこしか我々に道はないんですよ。しのごの言う前にチャレンジですよ、チャレンジ。なんもなさそうな感じもするけどな。なかったらなかったでいいんですよ。別のところ探せばいいんですから。最後のガラスをぶち破れー。真横にまだあるからな。いやですねー。こういうのは雰囲気なんですよ、雰囲気。よしよし、お目当てのはしごがありました。で、登れるのか？無理そう。私に聞かれても困るんだが。なんか、一瞬はつかめるんですけどねー。これでどうだ？よしよし行けましたよ。上に何かあればいいけどな。何かあるでしょうよ、さすがに。何もなさそうに見えるんだが。バカな、そんなわけねえだろ。よーく探せばほら。何もないが。あった？ありましたよ。なんでこんなとこに穴があるんだろうな。考えたら負け。とりあえず入りましょう。マリさん大変です。その呼び方やめろ。で、どうしたんだ？ジャンプしても入れそうにないです。マジかよ。どうすんだよ。最後のガラスをぶち破った時に使った椅子を使いましょう。というわけで持ってきました。これを土台にしてジャンプすればいけると思います。あれ？おいおい、投げてどうすんだよ。いや投げてないと思うんですけど、もう一回。また倒れたな。まあこれでも土台としては十分です。あとは位置を調整すればいける、と思っていた時期が私にもありました。椅子だけじゃ無理か。待ってください。何か嫌な音が。落ちたな。落ちましたね。というわけで次のチャレンジャーはダンボールくんです。果たしてチャレンジャーはこの難関をクリアすることができませんでした。まあなんとなく予想はついてた。一つでダメなら二つだ。お。
これはいけそうか？高さは十分、あとはジャンプするだけ。よし、引っかかったぞ。ダメそうですね。まだだ、まだ諦めんよ。諦めました。無理くさいです。じゃあ3つにするか？いや、今度は私が登れなくなります。あとはこの見るからに怪しいレールだけだが。怪しいですけど、先に行けば何かあるかもしれませんし、とりあえず乗れるか試してみます。角度が悪い。逆側ならどうだ？ジャンプで行けますかねー。まあ落ちたら落ちたでその時考えますか。結構スリルあるな。ヒヤヒヤもんですよ。さて、この先にはあっと、行き止まりかよ。でもここからジャンプしたら穴に入れるかも。高さはいいが角度がどうか。まあ行くしかないんですけどねー。お見事ホールインワン。だけど、見た感じ何もなさげな屋根裏部屋。これだけ苦労したんだから何かしらあるだろ。もう少しよく探してみますか。ありましたわ。これは、ホラーゲーム定番のバールのようなもの。まさかこんなところで出てくるなんて。戦闘があるホラーゲームだと真っ先に出てくる武器ですからね。そういやあのおっさんと戦えたりすんのかな。倒せちゃったらぬるゲーになりますけどね。さて、それではここからおさらばしましょう。さ、あとはあの扉に入るだけですね。それが一番難しそうだけどな。とりあえず先に勝ってバレた。いやだ、ここまで来たのに、なんでだよー。よかったなエピソード5だぞ。嬉しくねー。長く苦しい戦いだった。しかしそれもこれでおしまいだ。この無敵要塞タンス様に隠れればおっさんは手出しできない。めっちゃこっち見てるけど。ここは絶対不可侵。立ち去りなさい。ゲームがちげえぞ。立ち去れ、立ち去りたまえ。さぞかしなのあるおっさんとお見受けする。意味わかんねえよ。しゃあ、あとは釘抜くだけ。1秒間に16連射で速攻抜いてやるぜ。そんなに連射する必要ねえから。っていうか、こんだけ甘く刺してある釘だったら、これ使わなくても手で抜けそうなもんですけどね。それは言っちゃいけない。そして扉に入ったらホワイトアウトしたんですが。っておっさん、なんか泣いてるけど、それよかここから出してくださいよ。なんなんですかここ、っていうか開かねえし、なんでおっさんは泣いているんだろうな。どうせアニメの録画予約でもミスったんですよ。それで泣くのはお前くらいのもんだ。ってまだ扉あるじゃないですか。こっちが出口だったんですね。残念でした。そちらもロック済みでした。ちょっと待ってください、あいつ誰ですか？っていうか鍵穴から覗けたんだな。ってことは先ほどの扉の鍵穴も覗けるってことですよね。そういうことでしょうね。覗けたはいいけどなんかバグってるんですが、これじゃ読み取れねえな。さて、残ったのは泣いてるおっさんだけと。ってびっくりした。これでクリアってことなんですかね？しかないだろうな。閉じてた扉にも入ったし。というわけでおっさんとの鬼ごっこでした。いやー、長く苦しい戦いだった。結構長い時間遊べたな。ですね。しかもこれアルファですから、製品版はかなり遊べるんじゃないかと。確かに、かなり期待できそうだな。というわけでここらでおしまいにしておきます。ご視聴ありがとうございました。